ビーナーシュニッツェル・キプフェル・アインシュペナー・オーストリア料理はオーストリアで食べられている伝統的な料理の総称。洗練された調理法がオーストリア料理の特色である。かつてのオーストリア帝国には独自の文化と料理を持つ多様な民族が住んでいたため、彼らの料理をすべて一くくりにしてオーストリア料理と呼ぶのは難しい。このため、 オーストリアの歴史を反映した料理を指すときには、帝国の首都であるウィーンの名前を用いた、ウィーン料理の名前で呼ぶこともある。オーストリア料理は、ハンガリー、チェコなどかつてのオーストリア帝国の支配領域や、イタリア、ドイツ、バルカン半島の食文化の影響を受けている。オーストリアは、それぞれの国から食材と料理を取り入れたが、グーラシュやシュトロイゼル、リゾットなど、 味付けや食材が発祥となった料理から大きく変化したものも多い。逆に名称が異なっていても、完成品はオリジナルの料理の味と姿を留めているものもある。また、ボヘミア出身の料理人がウィーンの上流階級の家で雇われていた経緯から、料理の名前にはチェココが多く使われている。長い期間にわたって他の地域の食文化を取り入れて洗練し、 独自の料理に昇華させたオーストリア料理は各国の食文化のルツボとも言える。料理の内容はドイツ料理と重複しているが、ドイツ料理よりも東ヨーロッパの食文化の影響が濃いのが特徴である。一般的な生産では、ズッペ、フォアシュパイゼ、ハウプトゲリヒトとバイラーゲ、ザラート、メールシュパイゼンの順番で料理が供される。 デメルの店内オーストリア料理の多様な調理法はオーストリアに現れた様々な民族、言語に由来する。オーストリアの首都ウィーンは文化の十字路とも言える場所に位置し、10世紀にバーベンベルク家の伯領が成立するまでにウィーンにはローマ人、フン族、アバール人などの様々な民族が現れ、ウィーンに文化的痕跡を残して去っていった。オーストリア料理の菓子クーゲルフップフ。 ファシングスクラップフェンは古代ローマ時代から食べられていたと言われる。バーベンベルク家の統治下でウィーンは商業都市として発展し、食文化にも変化が起きる。11世紀から行われた十字軍が中東から母国への帰国の途でウィーンを通過した際、ウィーンに胡椒や生姜などの東洋由来の香辛料がもたらされた。これらの香辛料はウィーン市民に親しまれ、ウィーンで 甘みが特に好まれるようになったのは十字軍の到来まで遡られると述べた者もいた。また、ビザンツ帝国の巫女がバーベンベルク家に嫁いだ時、ビザンツの食文化がオーストリアにもたらされた。オーストリア・ハンガリー帝国の時代に、ウィーンの料理はハンガリー、チェコ、バルカン半島からの影響を受けて発達した。逆に、オーストリア料理もバルカン半島の食文化に影響を与え、 セルビアなどでもオーストリア料理を食べることができる。バロック時代のウィーンの食文化は華やかなもので、ウィーン貴族の宴席はベルサイユ宮殿で開かれるものと並ぶほどのものだった。宴会の料理はスープに始まり砂糖菓子に終わる八部のコースからなり、多様な食材がふんだんに用いられた。19世紀に入ると簡素な料理が好まれるようになり、ウィーン風の鶏のフライバックヘンデルが人気を博した。 1817年から宮廷の食卓が倹約のために簡素化された時には、シャウトルテ、装飾ケーキといった干賞用のケーキが晩餐会を飾った。19世紀末の世紀末ウィーンにおいては、ウィーンの上流階級は芸術を楽しみ、微妙な料理を堪能した。ホテルザッハー、デメル、グランドホテルのバーが上流階級の行きつけの店であり、 中でもホテルザッハーの料理がハプスブルク家の大公や親衛隊の貴族に好まれた。ハプスブルク家の宮殿には広い調理場が備え付けられており、2000人の来客のためにオーリオズッペだけを作る調理場が存在していた。現在のオーストリアの食事はハプスブルク帝国時代ほどカビではない。だが、現在でもハプスブルク帝国時代の料理の製法は継承されており、 かつてのオーストリア帝国の領土だった国々の料理もオーストリア料理の影響を伝えている。ターフェルシュピッツウィーンで特に好まれている牛肉料理として牛肉の煮込み料理であるターフェルシュピッツが挙げられる。ターフェルシュピッツは皇帝フランツヨーゼフ一世紀の好物として知られており、当時のウィーン市民も皇帝にあやがって昼食にターフェルシュピッツをよく食べていた。ターフェルシュピッツは ウィーンの高級料理の代表格である。コウシ肉を使ったビーナーシュニッツェルもオーストリアを代表する肉料理として外国での知名度が高い。鶏肉のフライ料理バックヘンデルは14世紀まで歴史を遡ることができ、19世紀前半にはウィーンの上流階級の間で流行した。牛肉と鶏肉がオーストリア料理の中心と言われているが、実際は豚肉が 最も多く消費されている。豚肉は安価であることに加え、加工法が豊富であるため、一般家庭で好まれている。一般家庭に冷蔵庫が普及する前は豚肉を、土殺する日は限られており、さばいた豚のすべての部位が調理、加工された。現在でも、豚に限らず、食用とされる動物は、すべての部位が有効に利用されている。ファシアーター・ブラウテンなどの経済的なひき肉料理も、 オーストリアの家庭ではよく作られる料理である。ウィーンではインナライエンと呼ばれる内蔵料理も好まれている。チロル州とケルンテン州、シュタイヤーマルク州の一部といった山岳地帯では肉を保存するための燻製技術が発達している。保存食として、シュペック、サラミ、真剣ンン、ズーアフライシュを燻製にしたゲゼルヒテなどが挙げられる。 過去のオーストリアでは大量の魚が消費されていたが、次第に魚が食卓に登ることは少なくなっていった。帝国時代のウィーンでは、中央市場の一つであるナッシュマルクトで、アドリア海やハンガリーで獲れた多くの魚介類を調達することができた。現在でもヨーロッパの南北から高価な魚介類がウィーンに輸入されているが、一般の家庭では安価な魚や国内で獲れた。 淡水魚が消費されている。淡水魚の中でも、特に鯉は人気が高い。ウィーンで有名な濃い料理に、肝、白子、玉ねぎのみじん切り、柔らかくしたパン、卵を混ぜ合わせたものを鯉に詰めて、赤ワインで煮込んだ料理がある。独特な皮魚の調理法として、バッハフォレーレという河川型のブラウントラウトを新鮮な、うちに茹でて、身を青くするブラウエフォレーレ、または、 これレブラウが知られている。過去には、ハンガリーやチェコから大量に輸入されていたザリガニは、現在では高級食材になっている。ザリガニは主に冷製やスープにされて食べられる。長く厳しい冬に備えて、ザウアークラウトや乾燥させた豆、レンズ豆のように日持ちする野菜や、調理法が好まれる傾向があると言われているが、もちろん様々なサラダも食べられている。オーストリアでは、 ドイツと同じようにジャガイモが多く消費され、ポテトサラダや肉料理の付け合わせとして食卓に登る。新ジャガイモを茹でて薬味をまぶし、熱いうちに食べる簡単な料理はごちそうとして好まれている。マッシュルームもオーストリア料理によく使われる食材である。ウィーンなどの都市では春になると旬の野菜やスパラガスの料理が多くのレストランで供される。 オーストリア料理のスープは栄養価とボリュームに優れると言われている。かつてのオーストリアでは教会が定めた断食の期間には固形物を口に入れることは禁止されており断食の期間をしのぐ栄養源としてビールとスープが重宝された。時代が経って禁止事項が緩和されると断食の期間には肉以外のものなら何でも食べていいと解釈されるようになり鳥や 魚介類が具材に用いられた豪華なスープが生まれる。牛肉のスープはオーストリア料理のスープの基本であり、クラーレリントズッペはオーストリアのスープの代表格である。バロック時代には貴族たちが飲んだクラーレリントズッペの出汁を取った後の肉塊は召使いに与えられていたという。コンソメスープの名前は浮き身にちなんでつけられることが多い。ハンガリー風スープのグーラシュは パプリカの量が抑えられているため、辛みは強くない。また、ハンガリーのサラサラしたスープ状のグヤーシュとは異なり、グーラッシュにサワークリームや小麦粉でとろみをつける例がある。ホテルザッハーのザッハトルテアプフェルシュトゥルデルウィーンのメールシュパイゼンは美食家から高く評価されている。料理書の半分はデザートのレシピで占められ、ウィーンの人間が レストランで料理を注文するときにはまず最初にデザートを選ぶと言われている。ウィーン市民がデザートを好む理由については、十字軍のお土産である香辛料、ビサンティン文化の影響、スペインからウィーンに来たオーストリア大公フェルデナント一世の影響など諸説あるが、正確な理由は判明していない。中世からパンや菓子屋、砂糖菓子屋は特権を認められ、 イギリスやフランスよりも早く同業組合が成立した。さらに同業組合は職人が専門とするパンや菓子によって細かく区分されていた。1741年に女帝マリア・テレジアによってウィーン宮廷の厨房に菓子部門が設置され、1912年まで存続していた。宮廷菓子長官を頂点としてその次に宮廷菓子長、さらに下には 等級がつけられた職人や助手、球仕が置かれた。また、菓子部門には、飲料水の殺菌と宮廷で飲まれる種類やジュースの製造を担当する宮廷飲料水係も置かれていた。菓子部門は、菓子と飲み物を提供するだけでなく、食器の洗濯も担当し、パンくずや小麦粉などを使って、晩餐会の食卓に絵を描くシトロイヤーという職人もここに属していた。 ハンガリーから取り入れられたシュトゥルーデルというペーストリー、シャニクサイのクラップフェンという名前で知られる揚げ菓子、ファシングスクラップフェン、ザッハトルテをはじめとするトルテが、オーストリアでよく食べられているデザートである。アップフェルシュトゥルーデルは、ウィーンを代表する菓子として有名であるが、実際は、ハンガリー期限の菓子である。シュマーレン、パラチンケンは、もともと僕府やキコリが食べる素朴な料理だった。 シュマーレンやパラチンケンなどの小麦粉で作られた菓子は昼食と夕食の主菜としても食べられている。茹でたスパゲティやマカロニをバター、ココアパウダー、砂糖で和えたものが簡易な軽食として食べられることもある。甘く味付けされジャムを包みフルーツソースや生クリームが添えられるオムレットも時にはデザートとして時には主菜として食べられている。ホイップクリームは ウィーンの料理に欠かせないものである。オーストリアのケーキが存外パサパサしているのは添えられているホイップクリームを絡めて食べることが前提になっているからである。焼き菓子の生地、ケーキの飾りにされるだけでなくホイップクリームそのものが一つの菓子として食べられている。コーヒーにホイップクリームを乗せたアインシュペナーはよく知られている。オーストリアの菓子店では 1786年創業のデメルが著名である。午後のヤウゼの時間にはオーストリア人はカフェでトルテとコーヒーを楽しむと言われる。シュラーグ・オーバースが乗せられたコーヒーウィーンにおけるコーヒーの歴史は17世紀まで遡ることができ、1668年頃にはすでにアルメニア人商人によってトルコのコーヒー豆がウィーンに輸入されていた。現在も ウィーンではコーヒーが好まれており、カフェで出されるコーヒーは以下の種類に大別される。コーヒーの濃さとカップの大きさは指定でき、好みでホイップクリームをのせることもできる。また、モッカに最初からホイップクリームをのせたアインシュペナーも供されている。皇帝フランツヨーゼフ一世はメランジェを愛飲し、蜂蜜、卵黄、コニャックを攪拌したものにモッカとミルクを注いだ。 カイザーメランジェカフェをほぼ毎日飲んでいたと言われる。19世紀半ばに人気を博したコンサートカフェでもメランジェの人気は高かった。1747年にマリアテレジアの命令でウィーンのカフェ店主の同業組合と主店の同業組合が統合されるとカフェでもアルコールが提供されるようになった。リキュール入りのコーヒーが流行し女帝の名を冠した。 カフェマリアテレジアなどが考案された。オーストリアワインも山椒リンゴのモストオーストリアでは多種の酒が作られているが飲食店では種類が安価で供されているためアルコール依存症が社会問題となっている。特にワインとビールが多く消費され、ワインは中流階級以上、ビールは労働者階級の飲み物という傾向が見受けられる。ワインについては 頭一つ抜けて品質が高い銘柄はないが、飲みやすい銘柄が多いとされている。ブドウの品種などで、ドイツワインとの共通点が多く、ラベル表示も、ドイツの方式が採用されている。ウィーン近郊のグンポルスキルヒエンで醸造される、オーストリアワインで、最も流通量が多い白ワイングンポルスキルヘナーの、ほか、グリンチンガー、クレムス周辺で生産されるクレムサーが有名。 南バーデンとホスローで採れたブドウを原料とする。かつてビールは修道院で醸造され、断食期間の栄養源として重宝されていた。ザルツブルク州ではワインよりもビールが好まれている。オーストリアで一般的に飲まれるビールはラーガービアである。クリスマスと復活祭には、この日のために醸造されたアルコール度の高いボックビアが飲まれる。 1840年代のウィーンで発明されたウィーンスタイルの赤いラガービールは世界的なラガー人気の草分けとなったビールの一つである。ビールを同量のレモネードで割って飲むラードラーというスタイルも定着している。リンゴか洋梨を原料とするモストという果実酒はオーストリア独特の飲料として知られている。オーバーエースターライヒ州はモストの特産地として知られており、 州にはモストフィアテルという名前の地方が存在する。モストと同じく果実を原料とするアルコール度数40から45度のシュナップスという蒸留酒はオーストリアでは食後酒としてよく飲まれる。一般家庭では一定量の自家用シュナップスの蒸留が認められているが法律で定められた量より多く蒸留する場合は税金を納めなければならない。 モストとシュナップスはどちらも自家製の種類を起源とする。初夏には発泡ワインにイチゴなどをつけたポンチの一種、エルドベーレボール。冬になると、ワインに、甘味料と香辛料を加えて温めたクリューワイン。酒とジュースを混ぜて温めたプンシューが飲まれる。ブルゲンラント州の郷土料理は、評価が高い。ハンガリー料理の影響が強く、パプリカが、調味料として使われている料理もある。さらに、 クロアチア系住民からの文化的影響が加わり、パンノニア料理という独自の料理が生まれた。代表的な料理に、小さく切ったベーコン入りの濃い豆のスープ、パラチンケなどを巻いて、レーズンとケシの種を詰めたデザートルーラードがある。ハンガリー料理を起源とする腹連れ、ゲフュルテパプリカは、ハンガリー風の味付けがされている。また、ブルゲンラント州は良質の赤ワインが生産されている。 ことでも有名である。ケルントナーヌードルン三夜で採れた鳥獣やカワオが料理の食材に使われる。折りたたんだ小さな小麦粉の生地に餡を詰めて茹でたカスヌードルン、シュトルーデルの一種ケルントナーラインドリングがケルン天州の郷土料理である。カスヌードルンの餡にはハムとベーコン、残り物の,の肉、マッシュルームとクバークなどが使われるほか、黒い消しの種や干しなしなどを詰めて、 デザートにする場合もある。アルコール度数の高いリンゴ酒はケルン店の名物である。ニーダーエースターライヒ州の郷土料理はほぼウィーン料理と共通する。チェコからの影響が濃く、特にデザートにチェコ料理に機嫌を持つものが多い。代表的な料理にキノコを使ったピルツグーラ酒、鹿肉のステーキヒルシュステークザンクトフーベルトゥスなどがある。 ニーダー・エス・ター・ライヒ州は、オーストリア最大のワインの生産地でもあり、地元で消費される安価なワインが多く生産されている。リンツ・アートルテ・オーバー・エス・ター・ライヒ州の特色は、様々な素材が使われる多種のクネーデルである。北部のミュールフィアテル地方は、特産品のジャガイモを使用した料理で名高い。州とリンツの名前を冠した歌詞、リンツ・アートルテが著名。 果実シモストの特産地として知られているほか、隣接するドイツのバイエルン州の影響を受けて多くのビールが醸造されている。ザルツブルガーノッケルンザルツブルク大司教の統治下で食文化が洗練され、各地から多くのものが料理の修行に訪れた。現在でもザルツブルク州では洗練されたウィーン料理を食べることができる。しかし、ザルツブルクの郷土料理は特色が薄いと言われている。 代表的な料理は、ザルツブルガービアブラー店、ザルツブルガーノッケルンなど。シュマーレンやパラチン県ンと同じく、ザルツブルガーノッケルンは、昼食と夕食の主催にもされる。山を覆う雪を、ホワイトチョコレートで表現した、チョコレートケーキ、ザルツブルガートルテも有名。シュタイヤーマルク州では、特産品の鳥を利用した料理が多く、提供されている。この地方では、 濃い味付けのシチューが好まれている。シュタイヤーマルクの郷土料理には、ビ味なズッペも多く、シュタイヤーマルク出身のビルヘルムフォン・テゲトフ将軍の名前を冠したテゲトフズッペなどがある。シートグラーツを中心に食文化が発展し、17世紀から多くの料理書が出版された。特産品は、西洋カボチャとカボチャの種から作るカボチャ油。 シュタイヤー・マルク州で醸造されるビールはオーストリア内で一番美味だと評価されている。シュペック・クネーデル・チロル州の郷土料理は洗練された宮廷の料理と素朴な農民の料理から成り立っている。チロル州の北部では典型的なオーストリア料理が食べられているが南部にはイタリア料理の影響を受けた郷土料理が多く存在する。チロルの人々は バウエルンシュッペックというベーコンに強い愛着を持ち、これをクネーデルの材料としてのシュペッククネーデルにすることもある。落農が盛んなチロルでは、ベーコンなどの肉の加工製品の他に、チーズが郷土料理の食材として使われる。強烈な臭みがあるガムスの肉もチロルの名物である。16世紀にチロルを統治した大公フェルディナント2世紀の妻、フィリッピーネ・ベルザーは、 現存するヨーロッパ最古のレシピ集、フィリピーネ・ベルザーの料理本を表した。チロル風の名前を冠する料理の多くは、フィリピーネが考案したと言われている。バックヘンデル・フリター・テンズッペ・ゼンメル・カイザー・シュマーレン、リバンチェン。ありがとうございます。